よし。そしたら、そろそろじゃあいいかな、どうぞ。はい、はい、じゃあ、1時になったので、これマイク入ってる入ってんだよ、これが。これマックス少しエコかけた方が多分マイクっぽいかな、うん。111アートが、1時から始まりました。よろしくお願いします。みんなカメラ持ってみんなに来たから、うん、はい。ということで、今日は登壇者が、花房太一くんです、はい。よろしくお願いします。美術批評とキュレーター、批評家じゃないんだもんね、これね。批評家でって言っても別にいいですけど。うん、はい。じゃあ美術は、まあ、批評している美術批評家、はい、はい、いいですよ、はい。キュレーターの花房くんです。はい。で、今、黄色い格好して、何やら、目隠しをしてドローイングをしているのがアルバリンゴさんです。はい、まあ、多分みんな知ってるかなと思うので、事前に多分みんな下調べをして、アルバリンゴそんな有名だったの。アルバリンゴでここで教育したらしいです。マジか。そうそう、ここでも伝えておいたし、みんな多分下調べは YouTube かなんかでしてると思うから、みんな多分知ってる、分かってる、はい、っていう感じです。で、リュウさん、竹内隆一さん、映像プロデューサーと、アートコレクターをしていることで知られてますよね。はい、はい、よく知られております。はい。で、急遽ともちゃん、長畑智弘、今赤い服着て撮影をしてくれています、あるし、はい。で、ともちゃんが、彫刻漫画家、漫画家の名前がファミリーレストランっていう、アックスっていう蛭子さんとかと同じ雑誌で連載してるので、アックスってともちゃんどこで大体手に入る？あんまりすごいでかい本や。すごいでかい本や。うん、そう、そうです。すごいでかい本や。まあ、でも、結構見るな。タワレコに置いてあった。あ、そうですか。うん、タワレコに置いてあった。はい。割と大きめのところであれば、なんか文化的な書籍とかちょっと揃ってそうなところであればある感じだね。はい。はい。って感じです。で、あ、ちなみにともちゃんはね、あれだ、今、展示中です。あ、そうですね。内観山のロコギャラリーに。あとで、お知らせします。はい。あとでまたお知らせしたいと思います。って感じで、今、これから、花房くんのトークが始まるんですけど、まあ、RC はもう、ずっとこんな感じで、うん、楽しく絵を描いてますよ。で、RC の、トサちゃん、これアルシンの作品結構知ってる？この知ってる、うん、じゃあそしたらこのアルシンの作品に対してちょっとコメントをお願いしていい？はい、アナウンサーです、よろしくお願いします。じゃあちょっと前行きますね、アルシンの撮りながら、うん。で、アルガシンゴっていう作家で1983年生まれ、長野で生まれた。で、まあいろいろ活躍してる。で、長畑智弘くん と、この2人はジャポニカっていうアーティストグループで、何ですかね、岡本太郎賞に何か入賞、あれは、あ、特別賞か、特別賞を取ったりしている、グループのメンバーでもあります。で、個人でももちろん作家活動してるっていうグループ で、このなんかこの服装はなんか何かに似てないですか？どうでしょう、誰か子供に聞いてみましょうか。君、その黄色い、うん、同じ黄色な、どうだろう、髪に似てるか、うん、いい親に育てられたんだよ。何でもいいよ。そうですよ、めちゃくちゃ、うん、見たことない、こんな人なかったらなかったでいいよ。ないか、おお、ないよね。普通ないかもしれませんね。ん、確かにあったら困るかもしれない。月穂ちゃん、はい、月穂ちゃんは分かる？動物？動物の人は何に見えるか、ね、うん、うん、集中してみる。月穂ちゃんめっちゃ集中してみる。分かんない？これはですね、これはですね、ヒントはですね、悪い人です。悪い人。ニコちゃん分かる？ニコちゃん、うん、ニコちゃん、わかる？わかんない。これでもあれで、大人は結構わかるんじゃないかなと思うんですよね。大人はどうでしょう？
ピカチュウじゃないんですか。え、ピカチュウなるほどね。あ、色的にピカチュウかもしれないですね。それもありですよね。はい、他どれか誰どうでしょう。あ、私ですか。はい、過激派組織。そう、正解です。あのですね、はい、正解。あと、あとから何かもらえるみたいですね。はい、寿司をもらいます。はい、これ、あの、一番初めにやったのが、ちょっといつか僕もわからないんですけど、最近はイランの問題でありますよね。あの、トランプがイランの、名前忘れちゃったけど、司令官を爆撃して殺したっていうね、話があるんですよ。世の中大変なんですね。なんですけどね。で、それで、このパフォーマンスを、まあ、アルグレーブっていうところで、あの、イランと、あ、イランじゃない、ごめんなさい、イラクですね、アフガニスタンとかイランが、戦争してたときに、まあ、戦争の法律ってありますよね、国際法ってあるんで、それで、本当は、あの、悪いことした人だけど、あんまりいじめちゃいけないわけですね。なんだけど、すごいこう、あれなんていうの？拷問か。拷問をしていたと。いうことで、まあ、あの、オバマとかが責められたっていう話がありましたけど、その後、日本人が、あの、ネット配信、ネット上で、日本人のこの首が切られて殺されるっていうところが、配信されたっていうことがありましたけど、まあ、それに影響を受けて、そういう時って必ず、あの、基本的には顔隠して、首切るんですよね。それに、影響を受けて、この作品を作ってるわけですけど、まあ、ネット環境、ネットに、よって我々、まあ、かなり、感情を揺さぶられるわけですけれども、つまり簡単に言うと視覚だけで、ね、目で見ることだけですごい感情を揺さぶられるんだけど、彼らは見えてないわけですね、殺される方はね、という逆転した現象があるので、あるが慎吾はですね、その逆転した現象の向こう側の方ですね、向こう側の、目を閉じら、目を、なんていうのかな、見えない状態にさせられた囚人の方のになって、でそうなると視覚以外の感覚だけで、何かを感じるしかないと、そういう状況の中で、作品を作ると、だからネットとは全く逆っていうことですよね。ネット環境とは全く逆だから、ネットに対して、ネットの何ていうかな、情報に対して、批判的な、作品を作ってるっていう、そういう感じの作品ですかね。はい、でなのでこの作品は、ブラインドタクティルタクティルあれ、タクティル、タクティカル、タクタイル、タクタイルセンスか。ごめんなさいね。タクタイル、あれですね。そう、盲目の触覚っていうんですか、はい、だそうです。はい。まあ、そんな感じの作品です。で、これずっとこの作品を続けていると思いますので、この展示中、この、今日のイベント中、はい、そういうことをやってくれます。ので、まあ、よかったら参加してください。あの、助けてくれみたいなこと言うと思うので、彼が。随時助けてあげてください。よろしいでしょうか。あるしん、それでいい？うん、ありがとう。うん。適当だ。合ってる？作品の説明。本当？うん。じゃあ合ってるそうなので、それでいいかな。はい。いや、渡されても、草ちゃん。いやいや、その次に。はいはい、まあ、OK です。はい。そしたら、時間通り、今から、1時だいたい、じゃレジュメの1ページ目、表紙のところに、今日の式次第を書いておいたので、そこに乗っ取って今日は進めていきたいと思います。はい。で、ちなみにですね、今日の、まあ、コンセプトっていうのも表紙にまとめておきました。まあ、決して分かりやすくはないと思うんですけど、まあ、じゃあどういうつもりで111を111あと何故やるのかっていうところを私なりにまとめて書いておいたので、まあ、ちょっと見てみてください、はい、で予定はもうこの通りで動いていくので、予定書いてある通り翌朝までやります。でみんなついてきてください。はい。じゃあそしたらプサちゃんに、花下くんに、そしたらじゃあ、だいたい今2時10分ぐらいには一応なってるんだけど、そこら十分大丈夫？十分です。はい。はい。2時、まあ、10分ぐらいまで花下くんに
現代アート、現代美術とは何かっていうところを、まず一般の方向けに分かりやすく説明をしてもらうと思います。まあ、草ちゃんなりの視点で話してくれると思うので、まあ、いろんな方の視点があっていいと思うので、まあ、今回は、まあ、花草くんの視点というところで話してもらいます。よろしくお願いします。はい、エコーもうちょっと落としてもいいし、わかった、うん、エコーはどれだ。エコーね、ここなんだ。なんかね、微妙な違いなんだな。ないとないとでちょっと入ってないんで、はい、ちょっとこれ引いてみよう。ちょっとそこを閉めておいてもらっていいですか。で、俺はちょっとこっち入るな、うん、で、よいしょ。話したの話長いから座って。はい、僕今からレクチャーしますんで座って聞いてください。で、椅子あります、椅子ありますんで、椅子もそっちに持っていく。うん、じゃあちょっと分けようか、椅子。こっちちょっと3つぐらい椅子分けますね。まあ適当に必要な人に配ってくれると嬉しいです。椅子の人がで、それ僕使います。はい、ありがとうございます。ちょっとこれ使わせてください。よいしょ。じゃあちょっと随時リュウさん、ツッコミ入れながらお願いします。はい。で、現代美術についてということなんですけど、現代美術って皆さんなんかどういうイメージを持ってますかね。どうですかね。なんかココちゃんみたいな名前だって。ニコちゃん。ニコちゃん。今まで何かしたことを、うん、おそういうすごい、今までなかったこと、素晴らしいです、素晴らしい答えですね。もうこれはもうほとんどレクチャー必要ないかもしれないけど、じゃあ一番後ろの黄色いお母さん、いかがですか。現代美術とは何か。おおいや、やっぱあれですね、エリートですね。現代美術のエリート教育をされてますね。はいはいはい。もう一人ぐらい聞いてみますかね。じゃあ長畑くん。長畑くんに聞くんだ。トラに聞きましょうよ。いいね。現代美術とは。とは。意外と考えないな、俺も。まあね、もうなんですかね。何と言ったらいいでしょうか。まあ。ほら、物の見方、ね、物の見方が急に大きい物の見方が、まあ、多様なそれも言うな、大体同じことなんか答えられてましたけどね。はい、ということなんですよね。なかなかね、難しいっていうか、いろんな答えがあるので、答えづらいんですけど、今日ちょっと子供、お子さんもたくさんいるので、あとね、僕のね、基本的に人生を語ろうと思います。人生っていうか、まあ、大した人生でもないんですけど、現代アートと僕の人生みたいなね、感じで語りながら、話していくことによって、まあなんか皆さんに、なんだ、アルシンがいきなり喋り始めるからびっくりしますね、これ。これなんですか？わかりました。はい。で、始めたいと思いますね。でまずですね、一番初めにこれ僕この写真を出してるんですけど、この写真なんですが、ちょっと寄せますね、じゃあ。すみませんね、この辺かな。はい。でこの写真なんですけど、これがね、僕がね、多分ね、20か、ちょうど20歳ね、これ僕ね。で、これがですね、うちの親じゃないですね。で、これね、荒川周作っていうね、現代アートの、まあ、死んじゃったんですけど、まあ、日本のトッププレイヤーの一人ですね、まあ、死んじゃったけどね、の人なんですね。で、これ、まあ、会いに行ったんですけど、なんでこれ会いに行けたかっていうと、うちの親父が、まあ、ちょっと美術が好きでですね、まあ、ずっと僕、美術と一緒に育ってきたんですね。なので、その、まあ、美術と一緒にどうやって育ってきたかっていうことを話してみたら面白いかなということで、話してみようと思います。さあ、じゃあ行きましょうか。どんどん行きましょうね。はい。まずね、幼少期なんですけどね、まずね、ピカソ。一番初めにピカソ見るんですね。ピカソ知ってますか、皆さん。子供どうだろう。子供何人いるんだ、今日。子供4人。4人？じゃあそっちの、そこの影の子。ピカソ知ってる？そこの白い子。白子。知ってる？おお、すごい。ね、
ピカソ見たことありますか、作品も。ない？あ、ないか。こういうのを描いた人なんですね。これどうですか、これうまいですか、これ。うまいと思います、この絵。あ、ちょっときついか。これね、まあ変な絵ですよね。キュビズムって言われてる絵ですけど、キューブで描くっていう絵ですけど、僕、ちっちゃい頃とか、本当にあれですよ、保育園児くらいの時ね。で、まだ文字読めなかったんだと思うんですよ。で、図書館に連れて行かれてるわけですね。だから絵本とか読んでもらってるんですよ。で、やることないですから、でかい図書館ですけど、やることないから、とにかく画集を片っ端から見てたんですよ。暇だから。やることないからね。本選んだらすぐ終わるじゃないですか。絵本選びって。だから、画集見てて、ピカソってすげえなと思ったんですよ。面白いなと。変なやつがいるなと。ただまあこれ、うちの、まあ、親父が美術が好きなので、ピカソっていう名前多分聞いてたと思うんですよね。てかね、あるいはね、うちにピカソあったんですよ、1個ね。だから、版画ですけどね。だからそれが印象に残ってたのかもしれないんですけどね。こういう作品じゃないんですよ。版画だから、こういう作品じゃないんだけど。で、ピカソ、すげえなと思って、俺も画家になると思うわけですね。そしたらですね、うちの親父がいきなり油絵の具セットを買ってくれるわけです。で、油絵ですよ。どうやって混ぜるか分かんないじゃないですか。僕、未だに知らないですけど。で、とにかくですね、ちょっと真似したいわけですね。この絵描きたいですから。で、線引くんですよ。ピッ、ピッ、ピッ。ね。こんなんもう線ばっかりでしょ。線ばっかりだから線引くんですね。キュッキュッキュッって引くんですよ。これね、一本も引けないの。一本も引けないんです。同じような線が。で、もうやめました。諦めた。だから、僕の挫折は、っていうかアートの体験、すごい原初体験っていうのは、画家になれない、俺は画家になれないんだ、才能がないんだみたいな感じから始まってるっていうことですね。はい、です。で、これ後々まあ気づくんですけど、まあこれちょっと後々気づくことが、これはね、すごいね、大人になってからね、この原初体験を思い出して、非常に重要な体験だったなと思うんですね。なので、まあ後から話しますけどね。その他にね、僕ね、喘息とアトピーがあったんですね。で、これね、結構僕重要じゃないかなと、実は思ってる。うん。アトピーって、アトポスっていう、これ、あ、でもな、まあいいや。もう今日もバリバリでいきますね。何？バリバリでいきます。アトポスって、これギリシャ語だけ、ギリシャ語ごめんなさい、ラテン語だけど、エイトポスだから、アっていうのは、トポスっていうのは場所っていうことです。場所っていうことなんですね。で、アっていうのは否定の言葉なんですよ。なので、場所がないってことなんですよ。アトピーってどこから痒みが来るか分かんない。痒みってどこから来るか分かんないですよね。ですよね。でも、とにかく痒いわけですよ。で、どうしようもないわけ。これがアトピーの、語源なんですよね。で、僕、そのね、アトピーみたいなものが、なんていうかな、この、だからね、体に対するね、とか、喘息とかもただただ苦しいわけ。死にそうなわけ。で、そういうなんかね、死に触れるみたいな体験が、ものすごいね、現象的な体験としていくつかあって、それはね、なんかね、美術とやっぱり直結して、というか、まあ、美術が救いになってたっていうかな、そういう感じがしますね。で、子供の頃のね、記憶を思い出してほしいんだけど、今ね、子供たちもいるから、君たちが体験していることが、まさにそうだと思うんだけど、僕は子供の頃ね、一番君たち何が怖かったかっていうのね、何が怖いかなっていうのをちょっと考えてほしいのね。ジェットコースターとか確かに怖いだよね。幽霊とか怖いよね。でね、僕はね、何が怖かったかっていうとね、ボットン便所っていうのが怖かったんだよ。わかる？ボットン便所って。この辺にはまだある？すいません。すいません。もうないか、さすがに。ボットン便所ってめちゃくちゃ怖いんですよ。僕、おばあちゃんのところがね、五右衛門風呂があるようなね、わざわざ五右衛門風呂作ってたんだけどね。で、家で、まあちょっと古い家でですね、ボットン便所だったんですよ。で、ボットン便所に僕ね、スリッパ落としたことがあるんですよ。子供って落としますよね。大きいからスリッパが。で、ものすごい不安定でしょ、あれ。捕まるところもないし。和式の。で、あれ落ちたらどうなるんだろうっていうので、もう想像がもう、ものすごい怖いわけ。あれに落ちて、こう下からね、お母さんみたいな感じで呼んでるんだけど、誰も助けの来ないで、うんこの中で死ぬみたいなね。こんな死に方嫌じゃないですか。僕はそれがね、すっごい恐怖だった。で、やっぱりそういう恐怖体験みたいなものってものすごいね、重要だと思うのね。で、その中の一つとして僕、喘息とかアトピーとかっていうのがあって、まあ、今の、活動ともつながってるんですよね。だから今、もう僕は、
現代アートっていうか美術の定義っていうものとかもいろいろ考えるんだけど、やっぱ体のね、このね、形ってすごい重要だと思うんですよ。だから例えばね、人間がもしこう手が5本、指がありますよね、腕が2本ありますよね。これがですね、もしですね、指がですね、人間の指が4本だったらどうだろう。もし人間の指が4本だったらね、アートの形は絶対違ったはずですよ。今のようなアートは絶対生まれてない。わかる？だから僕はね、それにすっごい興味があるの。なんでこの形なんだろうっていう。で、それを証明するのが僕美術だと思うんだよ。だからこれさ、この 顔もそうですよ。ピカソが描いた顔もそうですよね。これ顔に見えるじゃないですか。なんでこれ顔に見えるんだろう。もうものすごい疑問ですよ、やっぱり。まだわからないですよ。で、これね、わかんないでしょ。今ね、なんていうかな、Google の顔認識みたいなやつでね、やったら顔と認識されるかどうか知らないけど、もう Google とかね、まあいいんですけどね、Google 好きですよ。僕もね、技術は好きだけど、なんかね、そのレベルとは全然違うレベルでの、アトピー的、喘息的身体っていうものが、を真に追求することによって、Google 的な身体から、逃れることが僕はできるような気がする。逃れるっていうか、まあ、逃れなくていいんですよ。逃れなくていいんだけど、別の身体をもう一つしっかり持っておくっていうことがね、できるような気がするっていうことを僕は思ってるんですね。まあそういう活動を僕はしていきたい、ね。なんか難しかったり簡単だったりあれですね。大丈夫ですか、これ。こんな感じでいいと思います。いい、うん、OK。 あれね、同時期なかなと思うんですけど、僕ね、一応ね、絵はね、描くの好きだったからね。嘘。知らなかった。好きだったよ。だって画家になりたかったんだもん。だから俺これ結構いい絵でしょ、これ。ゾウさん描いたの、これ。ああ。で、ゾウさん描いてね、あ、やべえ、足が2本になったって思ったんですよ、俺。で、どこにかこう尻尾描いちゃったなと思ったんですよ。な、足ここに描いたんですよ。そしたらなんか入賞したんですよ。なんかあれですよ、当時のね、海部さんってね、総理になったじゃないですか。海部俊樹だったかな。海部さん。海部さんから表彰状あります、僕。家に。ね。これなんか、だから、で、これ僕、おじいちゃん。ね、これ僕、かわいいですね。そんな時代もあったね。そんな時代もあった。まだかわいい時代。ね。こんな、まあそういう感じですよ。この下のより全然いい気がするよね、こっちの方が。そんなことない？うん、まあまあまあ。はいはい。でね、じゃあその頃ね、両親は何してたかっていうとね、両親はですね、僕ね、どちらも両親公務員なんですね。で、共働きなんですよ。で、おじいちゃんも、まあ、が一緒に住んでくれてたんですけど、だからまあ、うん、鍵っ子ではなかったんですけど、鍵っ子っていう言葉は今ないかけど、昔で学童とかなかったじゃないですか。だから鍵っ子ではなかったけど、なんていうかな、まあ、両親は共働きだったのね。家を、まあ、帰ってくるのが遅かったのね。で、でと片方、うちの父親の方は、まあ、臨床心理士なんですね。臨床心理士ってカウンセラーですよね。で、まあ、結構重いのやってるんですよ。県の職員の、だから、重犯罪とか起こした人。重犯罪を犯して、精神病で、免罪みたいなになる人いるじゃないですか。そういう人、精神病に入れられるでしょ。そういう人とかですよ。で、そういうのって県立の病院とかに入れられるわけね。そういうののカウンセリングとかするわけね。一生出られないんですよ、そういう人たち。まあ、そういうのとかやってたりとか。で、母親はケースワーカーって言って、児童相談所ですよ。だから児童相談所で今一番批判されてるやつ、これあれ、ここに来られてる方は大丈夫だけど、虐待とかで子供取り上げに行ったりするやつね、あれめちゃくちゃ危ないんだけど、まあ、そういうのやってたのね、人なんですけど、その両親が、まあ、金はないわけです。公務員って必ず給料は上がりますけど、最初低いわけですよね、ものすごく。で、ちなみにね、うちの親父が言ってたけど、うちの親父が1951年生まれで、初任給がね、初任給が生活保護よりも低かったらしい、ただボーンって上がるんですよ、その時、その次の年に。だからどんどんこう右肩上がりだから、70年代だから。まあそういう時代の人ですね。でなんかそれ言ったら花房くんって言って呼び出されて、ね、上司に怒られたっていう おもろ話とかあるんですけど、花房くんって。まあそういう話とかあるんだけど、で、そういう時ね、金がないわけですよ。金がないから車も買えないわけ。で、オンボロのアルト。もう、くっそ汚いアルトがあったんですよ。僕は子供の頃ね。で、もう一台やっぱ、二人とも仕事してるから車必要じゃないですか。で、車を買おうと思ったわけですよ。軽音の自動車ですよ。中古ですよ。中古。ね。
買おうと思ったんだけど、それよりも荒川周作の版画を買ったんですね。同じ値段だったらしい。同じ値段だったらしい。で、まあ、当時だから20万とか30万とかでしょうね。まあ、今だったらまあそれはゼロが一つ増えると思いますけど、まあそういう値段で、悩んだと。で、荒川買っちゃったんですね。アホですね。で、その分ですね、雨の中もですね、うちの親父はチャリで行ってましたね。で、僕もそのチャリのカゴに乗せられて保育園に行ってた。そういう感じ。ね、はい、まあそういう家に育ったということですね。はい、でですね、まあパンパン行きましょうね。小学校と中学校なんですけど、小学校っていうか保育園の時に画家諦めてますから、小学校の時空手ばっかやってたんです。僕なんかね、そういう血も流れてるんですよ。あの母方のおじいちゃん喧嘩が大好きな人で、あの散髪屋だったんですけど、なんかもう喧嘩と言ったらうちのおじいちゃんみたいな感じで、喧嘩になったらすぐ呼ばれるみたいな人だったんですね、うちのおじいちゃん。で、まあ僕もなんかその血が流れてたんだろうと思うんですよ。強くなりたいみたいな感じですね。空手を始めまして、結構まあ強かった、まあ結構強かったんですよ。で、週5ですよ、週5、週5日間空手やるのね。でもボロボロですよ、もうめちゃくちゃですね。理不尽ですよね、空手とかって。今は殴られないと思うけど、あの殴る用の竹刀ってありましたからね。あの細くないの、太いの、俺たちを殴るための竹刀っていうのがあるのよ。もう本当に嫌でしたね、嫌でした。もうあれも辛かったですけど、でもまあやっぱり今でもね、岡山なんですけどね、僕で岡山帰ったらやっぱりね、すごいつながりありますよ。それがね、林原道場って言ってね、林原ってあの経済やってる人は知ってるかもしれない、トレハロース作ったところですけど、林原ね、あの潰されちゃったんですけどね、いろいろ、まあその辺も詳しいですけど、いいかね。でね、空手、まあ空手はいいか。で、茶道との関連って書いてますけど、後々僕茶道をやるんですけど、この関連はね、後から気づきます。後から言いますね。で、中学時代ですけど、まだまだ空手、小中と空手やるんですね。で、だんだん、まあ、あのバンドとかなんかちょっとこう、なんか、なんていうの、色気づいてくるわけね。こう、どうしてもそうなっちゃいますよね、中学校とか。ね。モテたいみたいな感じですよ。モテたいっていうのも大事だと思いますよね、アートにとってはね。まあいいや。で僕、中学受験したので、岡山大学教育学部附属中学校というところに行ったんですけど、これ、誰か分かりますか、これ写真。これ、大人は分かるんじゃないですか。誰ですか、どうぞ。誰ですかこれ。名前が分からない。あの、バンドの名前でもいいですよ。え、尾崎違う。尾崎じゃない。でも結構知ってる人いるんじゃないの。知ってる人いると思うけどな。え、どうですか、そう、河本ひろと。で、河本ひろとと同じ中学校ですよ、僕。なんですよ。はい、だから、購買のおばちゃんとかに河本ひろとの話とか聞いてました。はい、そういう中学校なんですけどね。まあまあ、いいか。はい、でこれね、後から僕ね、このエピソード面白いんだけど、教育実習生ね、あの岡大附属って大学の附属だから教育実習生っていうのが来るんですよね。だから学校の先生になる前の大学生が、まあ、しょっちゅう来るわけですよ。で、そういう人たちがちょっと実験的な、授業をするんですけど、当時では珍しかった鑑賞授業っていうのやってたんですよね。鑑賞授業やってる先生がいて、まあ、この先生僕今でも仲いいんですけど、その先生とが、まあ、多分指導したんだと思うんだけどやって、で後々ですね、僕ね、この実習生として来てた人がアーティストになったわけ。アーティストになってて、その人と僕知り合ったわけですよ。ただ僕知らないわけ、ここで教えてもらったとは僕知らないのよ。で、僕が岡山でですね、牛窓芸術祭っていう芸術祭やってるんですけど、その芸術祭にその人が来てくれたんですね。で、車で来てる途中に思い出したんだけどって、中学校の頃、花房くんがっていうのがいたと。あれは、あの花房くんじゃないかみたいな。君じゃないかみたいな感じになって。で、そうかもしれないですけど、とか言って話をよく聞いてみたら確実に僕だと思うんですけどね。なんか美術鑑賞の授業したらしいんですよ。ね。で、なんかよくわかんないけど、僕切れたらしいんですよ。なんか、多分、アートなんか自由なんだみたいな感じで、自由なんかお前らに言われる筋合いねみたいな感じで、もう僕切れたらしいんですよ。なんか。僕らしいなと思って、やっぱ人って変わらないんだなと思ったっていう話ですね。お茶あんまりないですけど、リュウさん眠いの？眠いよ、もう。え、じゃあリュウさん、じゃあ話す、ちょっと今ここまででちょっと話して。ないの？ないよ、よく頑張ったなと思って話聞いてたよ。そう、じゃあもうちょっと行く、もうちょっと行ったらあるから。行くのかよ。行かないの？行く。でね、中高時代なんだけど、中高時代は自分の部屋に、中学生になってやっと自分の部屋もらえるわけですね。あんまでかい家じゃないから。で、
自分の部屋にだからもううちの親父がある程度コレクターなんで、その時には何を飾ろうかってなるわけですよ。で僕は荒川修作がやっぱずっと飾ってもらってたのね。で荒川さんの作品ちょっと見ましょうか、はい、荒川さんの作品ね、こういうねダイアグラムみたいなね、ナギちゃんの話もするの？ナギの話はしない。え、あの美術館の話しないの？うちここでめっちゃ話してるよ、そこも。ナギ？あ、ナギはですね、あ、ナギ町現代美術館の話してるんですか？私してる。ナギ町現代美術館、うちの親父が作ったみたいなもんですよ、あれ。え、ナギ町現代美術館の話、私から聞いたことある人、何人かいなかったっけ？あれ？聞いた？あれ？あ、一人。サラちゃんだけ？誰？サラちゃん？何？クガッチ？クガッチ？あれ？二人だけか。あ、そっか、そうだよな。うん、でね、こういうのね、すごいね、こういうのを書くんだけどね、でもね、例えばね、僕ね、一番分かりやすいので言うとね、こういうのがあるんですよね。キャンバスにね、線がプッて引いてあるんです。一本の線です。そして言葉が書いてあるんです。Use it って書いてあるんです。この線を使えって書いてあるんです。ただそれだけなの。もうめちゃくちゃかっこいいわけですよ。例えばね。あるいはね、本でね、こういう、本とかでもね、彼はたくさん本書いてるんだけど、面白いのはね、こういう言葉があるんですね。右折しながら左折せよって言うんです。右折しながら左折せよ。右に曲がりながら左に曲がれって言うんです。言葉では可能ですよね。言葉では言うこと可能でしょ？でもどうだろう。僕たちそんなこと考えたことあるかなってことなんですよ。そう。ね。こういうことをですね、アートで実験した人が荒川修作っていう人なんですね。で、まあ、こういう感じの絵ですね。まあ、ちょっとこれ、本物ではない、これではないけど、これに近いような絵が僕はずっと見て育ったっていうことですね。あと、ウォーホルですね。ウォーホル、僕、今でもすごい好きです。アンディ・ウォーホルは知ってるのではない、あ、ちょっとウォーホルの写真も見ましょうか。ウォーホルは僕はね、やっぱりまだまだちょっと評価されてないんじゃないかなっていうぐらい僕は本当に好きな作家ですね。一番有名なのはこのマリリン・モンローの作品ですよね。で、版画で何度も重ねるっていう、イメージを重ねるっていう作家ですよね。まあ僕の部屋にあったのはモンローだけど、まあこれについてもね、語れることはいろいろあるけれども、やっぱりこれは僕はもう大好きな作品ですね。やっぱウォーホル素晴らしい作品だと思いますよ。まだ本当にポップスターではないですね、彼は。やっぱり単なるポップスターではないと思いますね。もう一つですね、クリストっていう作家がいるんですね。で、これなんか積み上げてますね。これ何か分かります？何だと思いますか？これ巨大ですよ。これ巨大な何かを積み上げて、台形に積み上げてるんです。何を積み上げてると思いますか？これどうでしょう？これ一番前の方どうでしょう？これ何を積み上げてる？丸太近い。かなり近い。土管なんです。土管なんですよ。で、クリストって、夫婦でやってるた作家なんですけど、アンブレラシリーズって言ってですね、いろんなところにですね、傘を、あ、これもすごい作品ですけどね、これね、渓谷ですね、谷ありますよね、これをね、これ要するにカーテンね、カーテンでこう閉めちゃう。これめっちゃでかいですよ。めちゃイケてるよね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。それからこれはね、これはベルリンかな？ベルリンなんじゃないかなっていう気がするけど、国会議事堂ですね。を布で包むんです。全部。本当にですよ。本当に包んじゃうの。これめっちゃかっこいいですよね。僕はもう大好きですけど。あ、帰りたい？ごめんね。ごめんね。こっち来る？アルシンの前に来て、うん、アルシンと遊べばいいよ。アルシンが遊んでくれるよ。さ、うん、アルシン優しいよ。そう、手伝ってあげたら、うん、アルシン優しいよ。大丈夫かな？アルシン優しいよ。福ちゃんじゃん。福ちゃんじゃん。福ちゃんじゃん。うん、あのね、そう。そうだったで、このね、土管、うちにね、このね、土管あったんですよ。バカでしょ。で、もともとね、クリストって一番初めにやったのは、通りあるじゃん。この辺も通り狭いでしょ。で、通りが狭いところをね、土管で埋めたの、いきなり。
いきなりですよ、怒られますよね、怒られたんですよ、もちろんね。なんだけど、それで世界トップのアーティストになった人ね。で、まあ、その後美術館でやった展示の土管があったんですね。こんなん土管めちゃくちゃ使えますから、当時まあ安かったんだと思うんですけどね。土管があったの、うちの。うちに土管あった。もう売っちゃった。土管何本あったの？ 1 本。で、いや、それは別々に、そんな大量に積めないでしょ。土管 1本あったの。で、それと版画がセットなんですけどね。で、僕が玄関からただいまーって帰ってきたらですね、土管があるんですよ。意味わかんないでしょ。なんだけどね、うちのおかんがなかなか洒落たことをするわけですよ。その土管の上にね、うちのおかんはね、こう花瓶をね、刺してましたね、こう。使っちゃった。だからね、今だからね、クリストのことをね、思ってる人から見たらね、衝撃でしょ。そんな使い方しちゃいけないだろうっていう感じなんだけど、でもうちはまあそういう感じの家。だから日常の中に本当に普通にアートがあるって感じでした。だから、草間さんとかもあった。草間さんのソフトスクル、草間弥生のソフトスカルプチャーってありますよね。うん、ねえ、スカルプチャー、うん、弥生、草間さんのソフトスカルプチャーって言って、ね、それは布のあれじゃない？ね、スクルプチャーに、これですね、こういうような作品なんですけど、うん、これね。で、まあ、こんなんじゃないんですけどね。草間さんがニューヨークにいるときに作ってた、靴の上にこう、ピュッピュッピュッとこう出てるっていう作品があるんですね。で、あれ、うちありましてね。で、当時ね、なんか3つ、なんか買わないかって言われてたのね。うちの親父が。で、その中で、ただ金ねえから、うち1個しか買えないわと。ただ、当時から考えるとめちゃくちゃ安いですよ。めっちゃ安いんですけどね。で、今から考え、今もしかしたら、あ、でもまあ、どうだろうな。500万くらいで売りはすると思うんだけどね、今。で、それね、でそれ見てね、どれがいいかなとか言って、で俺も一緒に選ぶみたいなことはしてましたね。あんのソフトスカルプチャー。いや、あれも売ったかもしれない。だから俺ちょっと分かってない、把握してない。作品がいっぱいありすぎて把握してない。見てましたよ。でなんかいろいろ親父にね、太一って言って、この長いのは何だと思う？何だと思う？分かるか太一とか言って、なんてこと言ったと思うと。当てちゃったの？いや、当てないよこれ。いや、なんかなとか適当に言ったと思うんだけど、親父がなんか言ったわけ。これはな、おちんちんじゃーっつって。まあそうなんだけどね、本当にそういう遊びをしてた、うん、だからそういうな、本当高等教育を受けたなと思う。ただ俺も、そうなのかみたいな感じで、なるほどみたいな感じだったね俺。めんどくせえとかじゃない、なるほどみたいな感じだった。はい、さあやっとですね、この時でもね、ほとんどね、アートのこと考えてないですよ。あまりにも自然にあるから。ただぼーっと眺めたりはしてるアート、そういう感じで。次、大学時代でね、茶道サークル入るんですよ。でね、なんで茶道を始めたかっていうとね、僕ね、一浪してるんですね。高校3年間遊びほっけてるので、完全に遊ぼうともう決めたんですよ。で、てか、お姉ちゃんが1年浪人してたから、俺浪人する権利があると思ってたから、1年勉強したらどこでも受かると思ってたのよ、俺ね。で、もう、遊んだから、その代わり、1年浪人して、まあ、寄せ見に行ったんですけどね、そこでね、西谷昌司っていう、知ってます？代々木ゼミナールの、まあ、スター講師なんですね、英語で。そのスター講師が、まあ、好きで、彼が言ってたのがね、英語の先生なんですけどね、本当の国際人って、まずベタなことですよ。本当の国際人はね、英語で、ね、外国の文化が語れるやつじゃないと、英語で日本の文化が語れるやつだって言ったんですよね。で、まさにその通りだと思って、俺、もう俺すごい単純なやつだから、ロマンティックなんですよね、そういうところは。だから、よしやろうと、日本の文化やるぞってなって、で、じゃあ何やるかって言って、まあ僕空手はやってたけど、じゃあ茶道やろうと、もう決めてたの僕。だからもう大学入った瞬間、茶道もうやろうと。で、すごい頑張ったわけ。で、なので、今僕現代美術やってますけど、茶道具とかも大好きです。で、仏像とか、仏像ね、もう家にいっぱいあったんですよ、うち。で、この話もしようか。これコレクターなので、ちょっと話を振るっていうか、振っておくとね、それこそさっきね、アルシンがね、アフガンの話ちょっとしましたけど、戦争が起こるとですね、今もそうですけど、遺跡が壊されるんですよ。古い遺跡が壊されるの。アンコールワットみたいなもんだよね。ああいうのが壊されるんですよ。爆破されるんですよ。特にタリバンってめちゃくちゃ壊したんですよね。なので、あの時期ね、仏像とかのいいやつがめちゃくちゃ市場に流通したんです、マーケットに。ものすごく出てきたんです。ただ出どころわからないんですよ。だから本物かどうかっていうのを判断するのはものすごく難しいんですけど、ただいいものは大量に出てきたんですよ、売りまくってたから、あいつらが。そういうことがあったのね。
で、だからそういうものもね結構見ながら僕は育ったってことがありましたね。うん、ああそうになった、うん、仏像ね、仏像は分かんないな。あそう、うん、まあ龍さんはまあ本当にストリートの人ですもんね。そうだね、悪だからね。いや悪は関係ないわ。悪関係ないけど悪は悪じゃないですか。いやいやいや、うん、そっか、教育的によくない。そうそう、まあ いやじゃあちょっともうじゃあ僕全部話しちゃおう。で大学で茶道やるでしょ。でね横浜美術館ここ近いですね、比較的。うん、他に比べたら近いですよね。で僕ね、デュシャンの大ガラスっていうのを見るんですよ。この作品ですよ。マルセル・デュシャンって言って現代美術始めたって言われてる人なんですけど、泉見る？一応まあ、ここで一応みんなには言ってはいい、うん、分かった。でデュシャンは、うん、でね、マルセル・デュシャンってやつ、まあ、このド天才ですね、がいるんですけどね、この大ガラスっていうのを見て僕もう、これね、ちなみにね、日本でいつでも見れます。実はレプリカ4つ作ってて、レプリカがありまして、東大のですね、駒場の博物館にですね、常設されてます。ですから、ぜひ見に行ってください。東大駒場。これはぜひ見ていただきたい。なんですが、これを見てですね、もう超衝撃受けまして、僕。こんなすげえ、デュシャン知ってましたよ、もちろん。だけど、こんなにすごいんだなと思いましたね。でこれね、歴史上の謎みたいな作品なんですよ、これ。で最もすごい作品と言われてるんだけど、でその後僕いろいろ本読んだんだけど、ちゃんと説明できてないね、これまだ。でこのデュシャン展だったかな、忘れたけど、の時にね、みんなね見てるわけでね、みんななんか軽く見てるわけですよ。この前の？この前じゃない、だいぶ前、十何年前だと思う。いやそれだから僕が学生の時で、こんなにすごい作品なのになんでみんなスルーするんだろうと思ったわけね、僕。で、まあ、よくわかんないけど、でその頃からまあ美術で、東京ってギャラリーいっぱいあるからね、東京っていうか僕神奈川だったけど、藤沢の SFC なんですね、僕ね。だから近いですね、はい。でまあ東京に行っていろいろギャラリー巡りを始めて、でチンポムを知るわけですね。これもたまなんで僕もこれチンポム見たのかわからないけど、2005年でチンポムの初めての展覧会の時見て、あこいつらが行くなと思ったんですよ。でも全然評価されてなかったので、俺も分かったので、デュシャンとチンポムで僕分かったんですよ。あ俺って見る目あるんだなと思ったんですよ。で遡ってみたら、僕ピカソ諦めてるじゃん、ピカソ見て絵諦めてるじゃん。だから僕絵描くよりも見る方が好きだったんだなってことに気づいたわけで見る能力は多分あったんだ。だからこう自分で線引いて、これダメだって分かるわけですよ。で僕その見る目あったんだなと思って、僕ねその見る目結構今でも自信あるのよ。だから絵のうまさとかってなんか分かる人と分からない人いるんですよ。であやってる人には分かるの、描いてる人ってすっごい分かってるんだけど、だけどやっぱね見るだけだったらねなかなか分かんないんだけど、僕なんかそういう才能はあったみたいで、それはまあでもあれだったと思いますけどね、長いこと作品を見てるからだとは思うんだけど、そういうの気づいたんですよ。で、あ、俺見る目あるんだなと思って、じゃあこれで勝負できるなっていうか、人と差異があるところじゃないと勝負できないから、まあ、これでちょっとやってみようという感じになったわけですね。で、SFC にいるのでいろんな勉強できますから、まあ、社会学ね、小熊英二さんって、まあ、もうどんどん売れっ子になっちゃって困っちゃいますよ。なんかカチャカチャ。あれしん大丈夫？カチャカチャ。めちゃくちゃいいよ。いい感じ？あ、なんかいい感じだね。めちゃくちゃいいよ。あるしんね、あるしんってね、すっごい絵うまいやつなんですよ、実は。みんな近くで見た方がいいよ、ね、うん、すごいね変わった絵なんだけど、すごい上手な人なんですね、あるし。あんまり知られてないんだけどね。まあ分かるんじゃない、でも上手なのは。上手っていうかね、感覚的なんだよね。だからそっちの方にうまい絵を描かないからね。いやでもその感覚的っていうのと、うん、自覚的論理的っていうのは違う、うん、難しいですよね。え、はい。で、まあそんな感じで、マーケティングとかもまあいろいろやりましたよと。もう終わります。もうすぐ終わりますから。で、大学院ですけど、東京ビエンナーレっていうね、ものの研究をしてました。で、美術をやろうと思って大学院、東大なんですけどね、大学院に行きましたので、まあこれはもうバンバン見ます。で、僕の経歴として珍しいのは、ほとんどこういう人っていないんですけど、批評とかですね、キュレーションとかやってるんですけど、僕ね、ディーラーのところ、アートディーラーって言って、売り買いするだけです。オークションとかですね、そういうところのことをよく知っているっていうことだと思うんですね。だからニューヨークのですね、何百億っていうのがバンバン売り買いされるような現場にこう、パーンと派遣されるみたいなことをやってたので、
そういうリアリティがあるっていうのはちょっとまあ僕の強みになってるんですけどね。まあ、なかなかあれですよ、夢のある世界ですよ、アートも。はい、まあでもこれで終わりかな。これで大体終わりですかね。でちょっとまあ難しい話もしようかなとか思ってたんだけど、3つだけじゃあ言う。まずですね、美術館は、ごめんなさいね、美術、現代美術を見るときのポイントみたいなのをね、ちょっとね、整理しておきたいと思うんですね。一つ目なんですけどね、まずね、美術館を見るっていうことが大事なんですよ。いきなり美術見ようとしたらわからないです。ただ美術館はわかりやすい。でかいですよね、まず。そして、感覚的に経験できるでしょう、かなり。向き合わなくていいから。いきなり入ればいいだけだから。ですよね、建築ってそこものすごく強いんです。で、実際、博物館学っていうのもありましてね、いうことですね。はい。まあ、そういうことかな。まあ、この辺は難しいから、まあ、やめましょうかね。まあ、興味あったら、まあ、美術館って結構新しくできたっていうことをここでは書いてます。ブリティッシュミュージアムって大英博物館のことですね。1753年ですから、つい最近です。フランス革命の直前。それまではみんな自分で持ってたってことですよね。誰も、だから美術って公共的なものだとか言って、愛知とビエンナーレで喧嘩したりするじゃないですか。あれは大嘘です。大嘘です。美術は必ずプライベートなものです。絶対プライベート。で、プライベートって分かるかな？自分だけのもの。美術は自分だけのものですよ。常に。常に自分だけのものです。ただし、博物館はパブリックです。100% パブリックです。ということですね。個人の名前がついているものもあるけど、ということですね。だから場所はパブリックだけれども、作品はプライベートなんです。まあ、当たり前ですよね。作品と向き合うときって1対1で向き合うじゃないですか。1対多でなんか、だからなんか会話とかするのは別にいいよ。だけど、基本は1対1でしょ。まあそういうことですね。で、まあちょっと美術館の歴史なんかをやったんだけど、さっき奈義町現代美術館の話が出ましたので、奈義町現代美術館、1995年だったか4年だったかの開館ですね。で、これが奈義町っていうのがですね、うちの父親のですね、父親っていうか僕もですね、入る墓があるところなんですよ。花房家の墓があるところでして、で、ここはですね、もともとですね、金があるんですよ。なんで金があるかっていうと、自衛隊の駐屯地があるんですね。陸上自衛隊の。だから金が余ってるんです。で、合併もしなかったので、今でも金あるんですけど、で、ここがですね、この土地がですね、書道が有名だったんですね。書道博物館作ろうっていう話になったんですよ。で、うちの親父がですね、町の、職員じゃなくて、県の職員ですけれども、県の職員のうちの親父に、なんか書道博物館作るらしいぞと、話が来たんですね。ほーんとか言って、書道とか言って、面白くねえよ、そんなのみたいな感じで、うちの親父が言って、で、町長とか全員連れてですね、国立国際でですね、それこそ荒川修作の個展やってたんですよ。で、そこにバスをチャーターして、まだあれですか、バブル期ですから、バスをチャーターしてですね、町長とかね、議員とかみんなで行ったわけ。そしたら、その町長とか、おお、なかなか面白いじゃねえかと、ね、なったわけです。で、現代美術館にしましょうとなったのね。で、うちの親父が、磯崎新っていう、それこそね、ザハ・ハディドはみんな知ってますよね。国立競技場を作ろうとした人。あの人を見出した人。あの人一番初めに発見した人が磯崎新。世界ナンバーワンですよ、建築が。磯崎さんに電話して、うちの親父がね、で、作ってくれませんかって言ったら、もういいよって磯崎さんが言ったと。で、作ったんですね。で、何が第三世代かっていうと、これね、作品が3つしかないんですよね、ここ。作品が3つしかなくて、永遠にも変わらないのね。ね、そういう普通は作品入れ替えたりするんだけど、3つしかないっていう美術館なんですね。でも、年間1万人以上来るんですよ。めちゃくちゃアクセス悪いんですよ、ここ。なので、まあ、大成功なんですけどね。めっちゃ早いんです。直島は知ってます。ご存知かな？ここが一番先でしょ、だって。日本で。一番先ですよ。日本でっていうか、第三世代美術館って、こういうの作ったのは、磯崎さんが一番初めだから、ここは一番、世界で一番初めだよね。初めです、うん。実はそうなんですよね。めちゃくちゃすごいところです。The Bluetooth device is ready to help。なんか上手だな、英語が。はい。で、今はですね、うちの親父ね、S ハウスミュージアムっていうのやってて、これは瀬島和夫さんっていう建築家と、まあやってるんですけど、サナ。で、まあここも、これはそれこそチンポムとかと一緒にやってて、まあこれも面白いんだけどね、まあこれもぜひいやでもここもすごいとこだからちゃんと話した方がいいよ。ここね、ここはちょっと、あ、もう次の新たなミュージアムみたいなのを提示してて、まあ10組ぐらいの作家を
決めてるんですね。これは決定なんですよ。で、毎年作品を更新していくの。だから毎年集まるんですよ、全員。だから家族みたいになってくるの、だんだんね。で、10年間毎年作品を、まあ、うちの親父はまあ買うんですけどね。基本的には買うんだけど、買わない場合もあるんだけどね。更新してもらう、展示を。で、それぞれに家だからもともと、部屋を与えてて、その部屋を、その一人の作家が更新し続けるんです、10年間。で、今、次もうすぐ4年目かな。今3年目で、次の4月で4年目に入るっていうミュージアムです。これも世界初だと思います。プロスペクティブミュージアムって言ってます。次予約ないと入れない、ね、いや、違います。土日空いてます、土日。はい。で、次、アーティストを見ようっていうことなんですけどね。これみんな好きなんですよね。アーティストの話みんな好きですよね。美の巨人たちみたいな話で。で、アーティストね、実はね、僕知ってもあんまり意味がないと実は僕思ってるのね。興味あるよ、僕。あ、興味ありますよ。ただね、ゴッホが耳切ったことと、ゴッホの作品あんまり関係ねえと思うんだよな、俺。やっぱり。で、と思ってるんです、僕はね。だから、まあ、あんまり見ても、まあまあ、面白いけどね、っていう感じ。うん。そんな感じ。で、ただ、なんかアーティストっていうのは、結局ね、その人自身を知ることはできないでしょ。例えば、ダヴィンチとかで会うこと我々できないじゃない、もう。だから、アーティスト、だから何考えてたか本当は分かんないですよ。だし、このアルシンとか、アルガシンゴとかが、ここで今やってるけど、後から話を聞いたところで完全に分かるわけではないわけですね。だから、これね、やっぱね、きっかけの一つとして使うっていうぐらいがいいと思います。だから、アーティスト神話。アーティストが全部言ってることが正しいと思わないってことですね。アーティストが、この作品はこうだって言ってるけど、私はこう思うみたいなのは、どんどん言った方がいいよっていうことです。その方がアーティストも喜びます。最後。当たり前。作品を見よう。結局は作品が全て。僕は作品至上主義者。作品が全て。で、あ、出てきたわ。これね。便器を。これがデュシャンの作品ですね。マルセル・デュシャン。歴史を変えた作品です。ですね。便器を、おしっこのこの便器ね。を、普通はこうなってるものを、こうなってるものを、こうやって置いたの。で、これ作品ですって言ったのね。ただそれだけね。これで歴史を変えた。これができるっていうね。この一手で、歴史を変えれるっていうのが、まあ、アートの面白さですよね。しかしね、これね、実はね、美的なセンスが僕あると思ってるんですよ、実は。実はこれは美なんだと思う。本当はね。美的なセンスがあると思う。だからね、そのコンセプチュアルって言うんですよ。これね、思想、考え、ね、横にしたっていうこの考え、発想がアートなんだって言うんだけど、あれね、この便器じゃなかったらダメだと思うよ、僕。うん、子供とかもできる長い便器あるじゃないですか。あの便器を横にしたって全然かっこ悪いでしょ？選んでるよね。うん、絶対これかっこいいもん。めちゃくちゃかっこいいですよ、この便器。やっぱね、そういうところがね、もっとね、追求した方がいいかなと。うん、まあ、これフラットベッドですけど、ただ白いだけ。ね。なんじゃこりゃって感じですね。はい。はい。これまあわかるかな。ポロック。うん。汚ねえだなって感じですね。点々しか書いてないと。ね、丸もなんか揺れてるしね。もう手がプルプル震えてるんですよ、この人。草間弥生です。ね。病気ですから。はい。これ何の絵を元にしてると思いますか？荒川さんの絵ですけど、元の絵があります。元ネタ。これ分かる人、どうぞ。手を挙げてください。どうぞ。その通り。最後の晩餐。ここにキリストいますね。ね。まあ、あとは、わかんないけどね。ユダがなんかどっちか逆向いてる、これか。ね。やつですよね。裏切りのね。こういうのね、かっこいいなと思うけどね。こういう感じ、まあ僕はこういう感じで鑑賞、かっこいいなみたいな感じで鑑賞してますけどね。はい、でも、それは、あなたは近代が好きだからでしょ？え、近代？ちょっと待って。もうちょっとで終わるから。あと1個、あと1個で終わる。あと2つで終わるから。で、結局ね、結局僕もね、さっき言ったんだけどね、鑑賞者と作品の関係しかないんだってことなんですよ。で、これ、再帰性っていうふうに書いてるけど、再帰性っていうのはね、もうね、鏡のような、この2つの間でやり取りがあるっていうことです。つまりね、美術作品はね、語ります。美術作品は語りますよ。非常に多弁ですよ。多弁っていうのはよく喋る。おしゃべりなのみです。作品っていうものは。ただ、その声を聞くには、例
例えばフランス語、フランス人と喋るにはフランス語を学ばなきゃいけないでしょ。同じアートの言葉を聞くにはそのアートの言葉を学ばなきゃいけないっていうことだけです。ただそれを学んだらですね、非常によく喋るやつですよ、アートっていうのは。いい？で、我々とおしゃべりできるんですよ。だからね、こっちもね、よくおしゃべりしなきゃいけないわけ。勝手に相手が喋ってるわけじゃない。で、独り言でしょ？相手が独り言。違うんですよ。やっぱこっちが喋って、相手が返してくれる。レスポンスする。っていう、そのやりとりね。の、っていうものが、作品の鑑賞体験なんですね。ただし、それは極めて孤独ではある。なんでかというと、人間一人しかいないから。相手は物ですからね。ね、困ったもんだなと。しかしね、この孤独を楽しむっていうことがね、もう、なんていうかな、たまらない、たまらない魅力なんですね。ということですね。で、まあ、コミュニケーションって書いてあるけど、こういうことね。だから僕ね、あんまりね、なんか他者とのコミュニケーションに開かれたね、アートとか、僕は好みじゃないのね。僕はですよ。これは好みの問題ね。趣味の問題。最後。白い絵を見たら白いと言えっていうのが僕がよく言ってることなんですけど、まずね、さっき、フランス語みたいなのを学ばないと、言えないって言ったけど、だからこっちがね、フランス語、別に、ね、片言でいいんですよ。片言でいいの。アートに対する言葉って。だから、白い絵を見たらね、そのまま白いって言ってみるんです。言葉に出してみるんです。そしたら、作品は必ず何かを返してくれます。彼らは多弁だから、よく喋るから。それを信じれるかどうかっていうのが、アートの鑑賞ができるかどうかの、ものすごい大きな、一歩なんです。いいですか？何も言わなかったらダメ。何も言わなかったらやっぱり始まらないんです。だから、何でもいい。何でもいいから、とにかく見たままを言ってみよう。そうした瞬間に、美術っていうものはね、というかね、現代美術っていう、現代美術なんかも特にそうだと思う。こちらが喋ったら、ものすごく食べに返してくれる。そういうものだと思います。ということですね。以上です。はい。ちょっと長かったかな。はい。ありがとうございます。あ、何の話する？リュウさん。いや、わかんない。いや、でも最後のは共感できる。うん、ね。その、うん、作家もアイロニーで作品を作ってることがすごい多いっていうふうに思うの。まあ、あるシーンも含めてそうだけど。だから、こう、独り言をどれだけ理解できるかっていうことが、その作品を理解するっていうことだっていうふうに今日思ってて。うん、ね、俺はなんか花さんがよくちょっと分かんないところは、うん、やっぱ近代が好きじゃん。近代作品が好きでしょ。うん。でももうモダニストでしょうね、僕は。そうだ、そうだね。うん。なんだけど、うん、もう近代がじゃあ今最先端のモダンかって言われると、俺はそうじゃないっていうふうに思って、うん、そこがちょっと分からない。だ例えばさ、うん、音楽で言えば。うん、誰が最近？いや俺ね最近サザンとか聞いて、うん、いや最先端だっていうふうに思わないじゃん。で思わない。サザンを聞いて共感できないじゃん。それは同時代性がないわけで。ああうん。あ同時代性はい。だから若い子たちに対してのアプローチとしては、うん、ちょっと違うんじゃないのかなっていうふうに思うけれども、例えばそれがプロだった場合、まあそれを理解した上で今の時代の音楽っていうのはどういうものなのかっていうふうな考え方ができるんじゃないかなっていうふうに思う。だから。古いものはいいものとしてある。でも、うん、もう現代としての踏み台でしかないから、それをなんかこう今の人たちを押し付けるのはまたちょっと違うんじゃないのかなっていうような気がするかなっていう。うん、なんか分かった。分かってきましたけど、うん、僕でもビリー・アイリッシュ最近聞いてて、めちゃくちゃいいですね。ただビリー・アイリッシュって僕らの世代な感じがする。だからリュウさんも好きじゃない？だって、うん、あれちょっと古いじゃない？ちょっと音楽に関してはね、だね、だいぶ斜めにいってるから。あ、本当。じゃあやっぱ批判派か。うん、うん、まあね、それもわかるよね、うんうん、僕はね、ベタにね、こんなにベタにやってくれたみたいな感じで、ありがとうみたいな感じですよ。これ、これどんな感じになってる。あ、すごい、いい顔がある。うん、めっちゃいい。アルシン、全部めっちゃいいよね。アルシンさ、目見えてない方がいい絵描けんじゃん。黙れ目。見えてるのマジで。なんかちょっと休憩にした方がいいんじゃないの。いや、もうちょっとやって休憩。あとね、うん、5分で休憩なんだ、ちょうど。うん、もうちょい頑張れる。させねえよ、休憩なんて。
うん、アルシは聞けないよ。で、そうだね、あとなんだ、でも要するに、うん、分かる分かる、確かに、うん、そうなのかもな、現代性ないのかもしれないね、僕。なんかその、うん、なんか歴史を更新していくっていう部分で美術としてあるじゃないですか。うん、はいはい。で、それは多分正しい見方だと思うんですよ。うんうん、で、知ることは絶対大事だし、うん、知ることによって見方も奥行かれるんだけど、うんうんうん、でも多分今の若い子たちは違うと思うんだよね。今新しいものが何かでしか多分見てなくて。入ってるよ、ちゃんと。はい、なんかエコーが気持ち悪い。エコー気持ち悪いね。え、じゃあ例えば、あ、まあわかる。だから僕それはね、すっごいわかる、リュウさんが言ってること。だからな、でもな、ここでな、話せるかな。カオスラウンジって知ってる人います？どのぐらいいます？手を挙げてもらっていいですか？一人二人、まあそうだな。そうよね。だから、うん、そういう感じですよ。だからね、僕はね、だから僕がね、僕はね、あのね、カオスラウンジフォロワーに言葉を届けたいんじゃなくて、僕ね、今日ね、ここ香川駅で降りてね、歩いてきたんですよ。めっちゃ良かったんですよ。住みたいなと思ったの。で、僕はやっぱね、こういうところにね、僕の、やっぱ、ある種の田舎臭さかもしれないですよ、僕のね。で、そういうものが僕の中にあるのは、それは認める。で、それはね、まあ、ヤンキー文化的でもあると思うんだけど、僕、なんかね、やっぱね、嫌なんですよ、すごい嫌だ、カオスランジとか、パープルームとか、要するにね、僕ね、オタク文化っていうかね、みたいなものからね、僕はすごく距離があるやつなんですね。見てますよ、もちろん。アニメとか見ますよ。ただ、し、面白いと思う。けれども、エヴァとかもすごい楽しみにしてるしね。だけど、やっぱりね、僕がやりたいのは、なんかね、この香川みたいなところの方を僕は信じてるんですね。だから、僕が歴史っていう時に信じてるものって、アートをやってるやつの歴史じゃないんだよね。もっと、なんかね、人類の歴史は信じてるっていう感じ。ただ、それがね、壊れてる時代だっていうのも、が、僕が今悩んでるところ。つまり、これまでね、人間、これまでね、大体においてね、歴史においては、人間個人はバカだと。しかしね、人間って集団になるとね、まあまあ、結果的にはね、いい選択をするんだっていうのが、いや、てかそういう、そうなんですよ。それが哲学的にはそうなんです。でもジャポニカ見てそういう。あ、ジャポニカはどうでも、ジャポニカあいつら全員バカだからどうでもいいんですけど。でもそうなんですよ。だから、でもそうじゃないと民主主義とか成り立たないし、まあずっと前からそうですよね。なんだけど、今って逆になってると思うの。人間って集団になるとマジでクソみたいなことしかしないわけですよね。ネットとかがそうですよ。でも、あとはもう個人に頼るしかねえな、みたいな感じになってるわけね。ポピュリズム批判派ってこと？ポピュリズムは必要だと思いますよ。ただ、別の民主主義が必要だと思う。で、僕これ具体的なアイデアもあるんだけど、で、僕、そういうのはね、僕ね、政治的と僕もね、それ結構哲学とかも好きだしね、社会学とかも好きだから、それずっと勉強っていうか、まあ、勝手に読むからね、俺とか。いろいろ、提言はできるんですよ。ただ、アートが何ができるかっていうときには、もっとすごく広いね、歴史の中で考えたときに、僕はやっぱりね、オタクとか消えると思うな。オタクとか消えると思う。ああいう文化は、残るのは宮崎駿ですよ。いいんだよ。宮崎駿と手塚治虫と、あと何人かだろ。ガンダムとかだろ。で、その辺は残るよ。その辺は残る。確かに残る。村上隆史残る。しかし、その後は残らんだろう。いらんもん。だって。新海誠は？あ、残るね。し、あ、だじゃ新海誠微妙だな。微妙。まだわかんない。というのが若すぎる、まだ。うん、若すぎる。だから、これから何をやるかによって、今のところ、そのラインに乗ってますよね。乗ってる、乗ってる。確実に乗ってる作家ですけど。うん、だから、僕はなんかもっと長い目で、なんか極度に長い目で見たいの。わかる？僕が言ってること。すごい長いの。アートって、ね、超長いんだよ。4万年前だよ。最近とかもさ、しょっちゅう発見されるんだよ。洞窟壁画って知ってる？アルタミラの話。アルタミラとか、アルタミラとかまだ新しいんですよ、あれ。2万年ぐらい前だから。2万年前って想像できる？わかんないでしょ。でもね、最近さ、4万年とか5万年前のね、人たちが絵描いてたってこと分かってんのよ。すごくない？俺マジいいなと思うんだよ、それ。
あれ僕はそういうのにね、が好き。なんか感動するんですよ。やっぱ、俺よりかは、花房の方が、ロマンチックなんだよね。うん、そうよ。そうよ。僕も超ロマンチックだよ。なんか、俺の時代、俺はもう、多分、うんうん、演歌以降は、もう聞かないからさ、うん、興味がないんだよね。でもその当時の最先端って何なんだろうっていうものをずっと見続けてる。なるほどね。リュウさんはそうなんだよな。それもわかるよ、うん、でそれはそれで僕はあのすごいあのリュウさんの見方としてはっていうか僕とは違うけどね、もちろんだけど、それそれそのためには、うん、じゃあ何が古いのか何が正しいのかっていう認識は必要だと思う、うん、確かにそうだ、確かにそうだ。だから美術館に行けっていうのは多分正しいし、うん、でも美術館で終わるんじゃなくて、うん、じゃあ美術館で見たものって何だったんだろう、でその時のその同時代性って何だったんだろう、じゃあ歴史文化って何だったんだろう、でなぜこういう作品しか作れなかったんだろうっていうことの奥行きを測ることは多分大事で、できっと書く側もそれが必要だっていうふうには思う、うん、だからね僕ねそれね最近悩んでる、あの僕はねそれね最近ちょっともうねやめようかなっていう感じがしてる。あのね僕もすっごい硫酸側だったわけ、だからあの でもねそれでね疲れちゃったんですよね。なんか現代 にレスポンスしなきゃいけないっていうね脅迫観念に僕疲れちゃったの。違う、あれじゃない、休憩じゃない。お前が休みてえだけだろ、あと1個かけ。こういう感じなの、作家の扱いってこういう感じなの。あ、そうなんだ。キュレーターでもありますからね。なるほどね。これで終わっちゃうのちょっとね、うん、でもそれは分かる。だからね僕ね最近思ってるのね、僕あの難しい話だけしたいなと思ってる。で今日僕難しい話したと思うんだよな。もうちょい難しくていいよ。いやっていうかね言語的にじゃないんだよ。言語的に難しくするのは簡単で、あの術語使えばいいだけだから簡単なんだけど、あの僕難しい話だけしたいなと思ってて、なんかね時代に合わせた言葉ね、だから例えばさカオスラウンジ批判とかさもうめんどくせえなって思っちゃってるんですよ僕。だからうん、だから僕は科学とかが好きだからやっぱりもともと、だからやっぱり僕はなんかあの時間とかね、あの5次元とか6次元とか、うんうん、そういうことを考えたいし、うん、あるいは絵画っていうものの歴史が、うん、あるいはそのパースペクティブですよね、うん、遠近法っていうものをどうやって更新するかっていうこととか、うん、あるいは社会的なことで言うと例えば天皇制っていうものをどういうふうに変えて、どういうふうに今我々が作るのかとか、うん、そういうことを僕は考えたい。だから例えば愛知トリエンナーレで愛知トリエンナーレがあの政治的に揉めたっていうのは本当に僕にとっては些細なことで、そんなことよりも僕は天皇制っていうものを我々がどうやって作るのかっていう、俺は作っていくんだっていうことをまあ考えたいなっていうふうに最近は思ってる、うん、で僕はもうそっちに振ろうかなっていうふうに思ってるのね最近はね、うん、ダメ？ちょっとなんかこう国内的すぎて分からないな。あそういうことね、うん、あのねそれはね、あでもねそれその話はねすごいいいポイントで、僕ね世界のアートも実はダメだと思ってるのね。であんまり変わらないと思ってて、僕あの尊敬している人はいっぱいいるんですよもちろん、まあ、好きなアーティストはすっごいたくさんいるからね。例えばやっぱりね人スタイルとか やっぱ面白いですよ、うん、であのトリックスターですけどね彼女は、うん、トリックスターだけどもやっぱり彼女はやっぱ次元の話とかするじゃん、うん、あのやっぱ僕はああいうところにコミットしていきたい。いやでも確かに、うん、学問と技術っていうのはすごいだいぶ密接になってきてる時代だっていうふうに思うのよ。それは科学もそうだし文学も多分そうだと思うのよ。だからそれをきちんと定義付けできる形があるんだったらもうちょっと盛り上がる可能性はあるとは思うんだけれども、今は多分それ定義付けできてることがないじゃん。
人たちがいないじゃん、うん、大きなグローバルな意味で、はいはいはい、うんうんうん、でそれが彼もキュレーションをキャンサーっていうのをやってるんですけども、あ、そう、アートグループやってるんです、はい、そう、なんかそういう形なのかなと思ってみたら別にそうでもねえしなっていう。アートグループ、ん？キャンサーで何？キャンサーで、うん、なんかそういう多次元とか科学的な立証をするのかなっていうふうに思ったらそうでもなかったから、いや、それにしたいのよ。だからそれはちょっとね、まだね、コンセンサスが足りてないんですよ。でやっぱりね、そこね、ちょっとね、それはね、マネジメントがちょっと難しいところで、うん、ちょっとうまくね、まあやっていきます、頑張ります、それは、うん、やりたいです、やりたいんです。ただちょっと前回はね、まだ完成度が低かったんですけど、そういう興味がある作家ばっかりなので、基本はね、そうね、うん、なのでそこに持っていくしかないですよね。だから彼らやっぱ実力発揮できてないですよね。あ、その学問体系作家されるときに、俺はなんかもうすごい見尽くしてしまってるアイロニーがなくなってくるんじゃないのかなっていうふうに思って、そうなってもらいたいって逆に思うんだよね。見尽くしてしまっているアイロニー、そう、なんかこう作家が第一段階としてなんか作るアイロニー的な作品ってあるじゃないですか、うん、ありますよ。もうなんかこう夢で見たんですこれとかって言われても、はぁっていうふうな気持ちになるし、でそれじゃあどうやって社会とリンクしてるのっていうのが、うん、なんかこう疑問、うん、で、うん、もうその時点でこう見るのをやめるわけですよ、はいはいはい、あ、じゃああなたの試験ですね、はいはいはい、であなたが考えてることが社会に密接に関係するんであればなんか見る価値があるかもしれないけど、あなたの日常を見ることは俺はそんなに今大事なことではないっていうふうに思って、うん、でそれを形にするのが学問と密接に関係するっていうことなんじゃないのかなっていうふうに思って、うん、でもまあそれは思いますよ。それは僕技術じゃなくてね、うん、それは思う。ただな、難しいのよね。あのね、それね、一言で言うとやっぱね、リベラルアーツなくなったってことですよ。教養がなくなった。だから、うん、もうちょっと言うとね、もうちょっと正確に言うと教養に対するリスペクトがなくなったんですよ。それもあるか、やっぱね、教養があるやつってね、うん、が偉いのよ。当たり前じゃん。僕はそう思う。あの、教養があるやつが偉いんです。で、あのね、ほんとね、ツイッターとか良くないですよ。あのね、頭いいやつって偉いですよ、それだけで。僕はそう思うな。あの、だってすごいやつっていっぱいいますよ、現代でも山ほどいますよ、世界には。やっぱそこをね、ちゃんとリスペクトしてですね、行くという所作がですね、あのアーティストにもなくなったということは、あのかなり悲観的よね。そこはものすごくネガティブよ、僕も。そのアーティストが問題意識としているものがきちんと社会にコミットしてるんであれば、いや、ないのよ、ないのよ。いや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 、そんなことない。いやいや、ないと思う、僕。ないやつが多いと思う。ないやつは多いね。多いよ。でしょ。がっかりするんだよね、それを見てね。それはそうですよね。ただ僕はその段階をね、あ、でもね、リュウさんはね、純粋なコレクターだからそうだよな。僕ね、その段階もう過ぎた。あ、そう。過ぎた。なんかね、もうこんなもんかなって思って見てる。ただ、あれよ、もちろん芸大とかに行って、もう、みたいな感じで、なりますよ、今でも。行ったことは、芸大の芸祭とかって行ったことある人たちっていますか？東京芸術大学の卒業制作。うん、だからいない、いない。いないのね。うん、なんかね、がっかりするんですよ、本当に毎回行くたびに。でもその中で、あ、この人はっていうのがたまにいて、うん、でその人は大体生き残ってるんですよ。そうよね、うん、いや、だから僕ね、そのね、生き残るっていうところには僕非常に希望を持ってるわけ。ただだから、そうじゃなくてね、すっげえ才能あるのにね、どんどんダメになっていったりね、あの消えていったりするやつは、すっごい辛いけど、まあしょうがないなとは思うけどね。まあそういう感じかな。それをまあできるだけ救っていくみたいな感じですね、僕の仕事はね、うん、そろそろかな、うんうん、そんなもん、うん、そうだね、うん、このあと何があんの、うん、ね、今ね、これ見て、休憩が、あ、じゃあちょっと、はい、ちょっと時間、今このあと何があるの、うん、とりあえずアルシンは今その絵が終わったらおしまいで、
それで、5分ぐらい休憩取って、で、アルシン、まあ多分普通のアルガシンに戻ると思うから着替えて、そしたらここでともちゃんも一緒にトークをします。休憩したらね。この、 あの登壇者のアートの段階とかっていうやつを話すっていうね、僕はもう話しちゃったんだけど。うん、まあまあ大体ね。うん。なので、レジュメみんな手に持ってると思うんだけど、レジュメのめくって、それ4ページ ?5 ページ。5ページ ?5、6?5、6 かな5ページ。5ページ。5ページ。その前にもあるし。あ、4、5だ。表が、あ、そうね、4、5のアートの段階っていうのと、泣いた絵っていうのがあるから、それについて話をする。どういうことなのか実際にどう感じてどう思ってなんでなのかっていうところをちょっと具体的に聞いてみたいと思います。はい、5分休憩。はい、お疲れ様です。お疲れです。はい。